エッテュセの BB クッションを前回は初めて買って使った時の動画をアップしたんですけど、そこから何度か使ってみての感想を今回はまとめてみました。結構ね、このエッテュセのシリーズお直し用としてすごい優秀です。いつも使っているエッテュセ BB ミネラルコンパクトはもうロングセラーでずっと店頭にあって、いろんなお店にあって、2色のうち明るい方 LB ライトベージュ使っています。これ1600円、 SPF25PA2+、 粉だからお直しの時に汗をかいた時はお粉だけでいいと思うんですね。お粉っていうかペーストパウダーですけども、鼻を噛んだ時にここの鼻の周りが赤くなっちゃうのは、お粉だけだとパウダーだけだと赤みが隠れない。そこでちょっと鼻噛みます。ほら、取れて赤見えるかな。ちょっとね、赤みを帯びてる鼻の周りで、この時にパウダーだけじゃなくてちゃんとベースっていうのかな、 BB だから仕上げも下地もこれ1本だけど、このクッションファンデーで乾燥しがちな油取りすぎたお鼻にこうしっとり感も与えつつカバーもしてくれるっていうので使ってすごい良かった。これね、なんか限定品で店頭に行ったらある店頭でなくて、もう入荷も予定ないっていうから他のとこに行ってやっと見つけた。エテセ BB ミネラルクッション、クッションですの同じライトベージュ LB。 内容量は 7g12g で、まあ水分が多いと思う。鏡ちゃんがあって、パフがあって、パフをどけた下にこのようにハンコのスタンプみたいな感じであります。で、これさっき使っちゃったんだけど、ここがね、なんていうの、これかなりきめ細かいラテックス。こっちは布っぽいかな、指を入れる方は。でこっちのラテックスの方がね、一回使っただけでこんなにすぐに汚れちゃうんだけど、冷たいね、まあ、なんか染み込んでる。こっちはサラサラでね、少しほんとまんべんなくハンコみたいになるんで、この鏡で、まあね、お鼻の赤いところを冷やりして気持ちいい。うん、でこのね、エテセのクッションはうるうるなのに乾くと時間が経つとこうサラサラになるんですけど、今まだしっとりかな。エテュセのウェブサイトを見ると、しっとりするのにサラサラする秘密がここにあるんだなと思う図があったので引っ張ってきました。なんかね、クリームとパウダーがミックスされてるみたいです。でこのクリームの方にヒアルロン酸とかなんかこうスキンケア成分が入っていて、でパウダーの方がサラサラフォギーパウダーってあるように。でもね、不思議ですよね、パウダーとクリームが一緒に入ってるっていうのは。なんか、うん、でもそれぞれの効果があるみたいです。あのね、春夏、特にこれから夏になるのでサラッとしてた方がいいでしょう。だからちょうどいいと思う。だからインナードライになっちゃうので、うん、でもこれすごい気持ちいい。で、一旦しまって、この後に
私マットな仕上がりが好きなので、もうずっと好きで、仕上げにちょっとさっき使っちゃったけど、もうずっと使ってるエツセのこれで、もうね、だいぶ底が見え始めてんだけど、これで表面をちょっとさらっと仕上げる。クッションファンデカバー力あると思います、クッションの割には。でもこっちのプレストパウダーの方がカバーはしてくれるかな。ダブルで使うと完璧にカバーできる。もしこれいいね。お直しはもう、特に鼻髪系のお直しは色を補正するクッションファンデとマットな仕上がりに仕上げるプレストパウダーのダブル使いが今んとこ私の鉄板ですかね。両方ともエッチセがね、結局エッチセになるね。ミネラルパックとミネラルクッションのダブル使いね。やっぱりね、私エッチセが肌に合うっていうのをね、再実感しました。皆さんも多分自分の肌に合う合わないってあると思うので、いろいろ試してみるといいんじゃないかなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。